ちらはね6時像ならぬ8時像ですね。あ、もうねお餅が振る舞われてますね。あ、これね、23夜灯だって。まあ、これはね、祈願仏はね、聖子菩薩ですよ。へぇー。聖子菩薩の印もそういった地形になるんだね。まあ、こちらかなと思うんだけどね。聖子菩薩はね、まあ、合掌しているのはいつもね。盆栽がありますね。こちらのね、まあ盆栽はね、まあ勤勉の鐘だそうですよ。まあ福田武雄さんですね。あ、すごい。なんか。キープアウトの黄色いロープが貼ってありますよね。登れないんですね。はい、徳上寺さんの勤勉の鐘です。こちらね、徳上寺さんのまあ勤勉の鐘の鐘楼にね、まあ、屋根の四隅にですね風滝がついてます。今ね、風が強いんでね、まあ、カラーンカラーンってね、まあ、音がしてるんですけどね。聞こえますか？風滝の音色。はい、こちらにはね、まあ、聖観世音菩薩の由来が書いてありますね。亡き戦友よ、慈悲に包まれ安らかに。1945年昭和20年8月15日第二次世界大戦は終戦となる。ニューギニア戦線は最大の激戦地であった。13万余命が派兵され、うち12万余命が戦没した。群馬県下の戦没者は9230名、群馬地市内の戦没者は122名であった。ここに12万余命の戦没者の御霊安かれと願いを込め、合わせて東山南都の先祖の供養を兼ね、まあ、聖観世音菩薩を建立する。まあこちらにね、聖観世音菩薩、こんな立派な観音様です。まあ蓮の花の木をね、ここに置かれてますよ。聖寺さんにね、来ていますね。ここね、広い墓所なんですけど、こういったね、まあね、こちら福田武雄先生のね、まあ、墓所なんですよ。まあ、総理大臣をされましたね。まあ、大変な時代の総理大臣でしたね。ああ、綺麗な、まあ、葉ボタンかな。
徳正寺さんからお送りしました。ご視聴ありがとうございました。